プレーンオールドドキュメンテーションは、パールにおける単純で、プラットフォームに依存しないドキュメンテーションツールである。ポットは必要十分な文法を持つ単純で明快な言語として設計された。書体、画像、色、表などの機構を意図的に排除し、必要な機能だけを持つようにしている。その目的は、以下の通りである。パールポットの筆者は、ポット形式は本を書くのには、 不十分であると書いているが、ポットを拡張した書式で本が実際に書かれている。この拡張版ポットには、表や客中の機能があり、オライリーメディアから出ているいくつかのパールに関する本で使われた。例えば、ラリー・ウォール、ジョン・オーアンと、トム・クリス・チャンセンのプログラミングパールが有名である。ポットを若干拡張修正した版として、モッドがあり、マーク・ジェイソンとミンスによるハイヤー。 オーダーパールで使われた。ポットはパール関連での文書作成に使われている。パール自身、ほとんどすべての公開されているパールモジュール、多くのスクリプト言語、多くの設計文書、パール .com などのパール関連ウェブサイトにある多くの記事、パロット仮想機械などで使われている。ポット形式のソースコードをそのまま読むことは少ないが、そのままでも読めるように設計されている。一般に、 パールドックツールを使って読んだり、マンページ形式に変換したり、HTML 形式に変換したりする、純粋なポッドファイルの拡張子は、ポッドだが、ポッドは通常パールのソースコードに埋め込んで使われる、ため、拡張子は、PL または、PM であることが多い。パールインタプリタの高分解析器は、ソースコード内のポッド部分を無視するよう、設計されている。これは、 文法的に正しいポットであり、不死の題名についても規約に従っている。ポットファイルは、アスキー語感の文字符号化方式で書かれる。ポットの公文解析器は、ファイルの先頭から、ポット形式であるとはみなさず、最初に、ポットのディレクティブが出てくるところまでは無視する。ポットのディレクティブ波行の先頭に書かれ、必ず先頭に統合がつく。公文解析器はその後の行が、 ポット形式であるとみなし、イコールカットディレクティブが先頭にある項までをポット形式として解釈する。その後、再び別のポットディレクティブが出現するまでは無視する。このため、実行可能なコードを解釈するインタプリタがポット形式部分を無視するなら、ポット形式と実行可能コードを混在させることができる。ポットの内容は空行で段落分けされる。 段落の先頭に空白文字がある場合、その段落はバーペイティムパラグラフスとして解釈され、中身を成形しない。これはサンプルコードやアスキーアートに使われる統合記号で始まる段落はコマンドパラグラフスである。統合の直後に続く文字列がポットディレクティブとして解釈され、残りの部分はディレクティブに従って成形される。ディレクティブによってはその後の段落にも影響を与える。 統合や空白以外で始まる段落は、オーディナリーパラグラフスとして解釈される。オーディナリーパラグラフスやコマンドパラグラフスの中身の公文解析では書式に従って成形が行われる。ポットによる書式指定は非常に単純である。ボールド、イタリック、アンダーライン、等幅といった書式しかない。また、同一文書内の別の節や他のポット文書へのリンクも可能である。 書式符号には以下の形式がある。ポッド内のコマンドには4段階の節、番号なしと番号付きのリスト、他の言語の節などがある。他の言語の節はその言語を解釈する公文解析器による特殊な成形を可能にする。上段は HTML 表示イメージ、下段は HTML ソース。実際にはヘッたタグ、節の目次リスト、フッたタグも出力される。 ありがとうございます。